こんにちは、メンジです。ドキドキ文芸部プラスの続きをやっていきます。前回とんでもない終わり方をしたんですけど、今回こうね、始めるとちょっとおかしく治ってたりして、ドキドキ治ってないはい、治ってませんね。このさよりのところが変になっちゃって、ここも変になって、これちょっといきますよ。あ、なんかスタートはニューゲームっていう実績を解除しましたちょっと文字を、え、治ったよ。遠くから騒がしい女の子が周囲の目を全く気にせず手を振りながらこっちに走ってくる。あの子は、と言って近所に住んでいる幼なじみだ。今の俺からするとあまり友達にしたくないタイプだが、あまりに古くからの付き合いだからか案外うまくいっている。よく一緒に登校していたが、高校生になってから彼女の寝坊が多くなり待つのがだるくなってきた。こんな風に追いかけられるってから、追いかけてくる来られるならもういっそのこと逃げてしまおうかと思う。でも俺はため息をついて横断歩道の前でを待った。ユリだそれ。え、無理があるってそのまま進めようとするのちょっと無理があるまあ行きましょうかいつもと変わらない学校の日、朝はいつもカップルや友達グループに囲まれながら学校へ行くんだからたまったものじゃない。その傍ら俺はいつも一人で登校していた。俺もそろそろ女の子と仲良くなったりするべきなのかもしれないが、でもどの部活にも入る気はない。っていうかさよりいなかったら文芸部にも入らねえじゃねえか。暇な時間は大抵アニメかゲームに費やして平穏な生活が送れればそれで満足だ。アニメ研究会があるのは知っているが、女子は一人もいないだろうしな。普段通りの授業が気づかぬうちに終わっていく。帰り支度を終え、壁をぼんやりと眺めながら自分のやる気を探ってみる。部活か。別に興味のある部活はなかった。それにほとんどの部活が俺が思う以上にきつそうだ。とりあえずアニメ研究会から始めてみるかな。ベンジ君？あ、モニカだ。モニカには会わなかったよね、ここ。モニカ？やっぱりね、ここで会えるとは思わなかったわ。久しぶりよね。ああ、うん、そうだな。モニカは優しく微笑む。去年同じクラスだったからお互いのことは知っている。とはいえほとんど話したことはなかったわ。モニカは容姿端麗、文武両道、おそらくクラスで一番人気だった女の子だ。要するに俺には無縁の高嶺の花だ。だから彼女に微笑まれると、なんというか。それで何をしに来たんだ？あの、ちょっと部活のための道具を探しにね。この辺りで画用紙ってどこにあるかしら。あとマーカーとか物置でも探せばあるんじゃないかな。お前ディベート部だったっけ？ああ、そうだったけど、実はディベート部は辞めたの。本当に？辞めたのか。うん、正直大きな部の部内政治にももううんざりしててね。なんかあれだね、部室で話してた話がここでされてるね。話をするのは予算とか宣伝とかイベント準備のことばっかり。そんなことより自分が本当に楽しめる特別なことがしたくって。じゃあどの部活に入ることにしたんだ？実は新しい部活を始めたの。なんだ今のノイズは。文芸部よ。文芸？なんか退屈そう。部員は何人くらいいるんだ？言うのもちょっと恥ずかしいんだけど、まだ3人だけなの。3人か。4人じゃなくて3人なんだ。つまらなそうって思う人が多くて、新しい部員を見つけるのもなかなか大変なのよ。まあそうだろうな。でも実際はとっても面白いのよ。文学にもいろいろあって、読書、執筆、詩などなど。部員の中には部室に漫画コレクションを持ち込んでる子もいるのよ。待てよ、本当か？
うん、おかしいでしょ。あの子はいつも漫画は文学だって言い張るの。私も彼女が間違っているとは思わないけどね。それに部員は部員でしょ。今彼女って言った？ほう。ねえベンジ君、女に釣られて入ろうとしてるぞ。もしかしてあなた部活を探していたりしない？まあそうだけど。そういうことならちょっとお願いしちゃってもいいかしら。入部しろとまでは言わないけど、もしうちの部活を見学してくれたら嬉しいんだけど、どうかな。まあ特に断る理由もないか。そもそもモニカのような人の頼み事に俺が断れるはずもない。ああ、見学してみてもいいかな。わあ、やった。ベンジ君、あなたとってもいい人ね。大したことじゃないよ。それじゃあ行きましょうか。道具は別の時間に探しに行くわ。あなたの方が大切だもの。え？道具、どうすんなら一緒に探せよ。というわけで、俺はモニカとその魅力的な笑顔に魂を売ったのだ。やれやれと思いながら、モニカの後について校舎を渡り、階段を上がっていく。着いたのは学校の中でもめったに足を踏み入れない場所だった。モニカは元気いっぱい、勢いよく教室のドアを開けた。ただいま。それとお客さんも連れてきたわよ。え？うわ。お客さん？マジ？男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。夏樹、そんなこと言わないの。とにかく、ベンジ君、ようこそ文芸部へ。つい言葉を失ってしまった。この部活は、めちゃくちゃ可愛い子だらけじゃないか。つまり、あんたはモニカの彼氏ってわけ？え？違う、そうじゃない。夏樹ちゃん。このなんだか機嫌の悪そうな女の子は初めて見る子だ。夏樹というらしい。小柄な背丈から1年生のようにも見える。とにかくこの子が夏樹。いつも元気いっぱいで。そしてこっちがゆり、副部長なの。うわ、副部長ゆりになった。よろしくお願いします。他の子に比べておとなしく気弱そうなこの子はゆりというらしい。さゆりや夏樹のようなタイプと一緒にやっていくのはさぞ大変だろう。2人ともよろしく。教室でベンジ君に会って部活を見学してくれることになったの。とっても嬉しいでしょ。待って、モニカ、誰か新しい人を連れてくるときは先に教えてって言ったわよね。そいつが来るって分かってたら私、ごめん、忘れてたわけじゃないの。ただ彼とはたまたまそこで会って。それならせめてお茶でも出さないとですね。それじゃあお願いするわね。ベンジ君も座ったらどうかしら。机を並べて作ったテーブルがある。あ、ていうかカップケーキねえんだ。ユリは教室の隅まで歩いていき、物置を開けた。その間にモニカと夏樹はお互いに向かい合って座る。居心地の悪さを感じつつも、俺はとりあえずモニカの隣の席に座った。それで、あなたがここに来るつもりじゃなかったのは分かっているけど、部員のみんなにはくつろいだ雰囲気で楽しく過ごしてもらいたいの。ここをそういう場所にするのは文芸部の部長として私の義務なんだから。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だったろうな。そうかもしれないわね。みんながみんな新しい部を立ち上げたいってわけじゃないし、特に文芸なんて地味だし、興味ない人が多いし、だからここが楽しくて価値があるものだって感じてもらえるように頑張んなきゃいけない。だからこそ文化祭とかのイベントはとっても重要なタイミングになるわ。私たちが卒業するまでに必ずみんなでもっと文芸部を大きくしてみせるわ。でしょ、夏樹？そうね。夏樹は仕方なく同意している。こんなタイプの異なる女の子たちが目標に向かって一丸となっている。この二人を集めるんだってモニカは相当苦労しただろう。ユリはティーセットを抱えテーブルに戻ってくる。彼女は慎重にみんなの前にティーカップを置き、真ん中にティーポットを置いた。教室にティーセットを置いてるのか？ええ、心配しないでください。ちゃんと先生方の許可はいただいていますから。それに温かいお茶があると読書もはかどるでしょ？ああ、そうだな。ええ、そんなに怖がらなくてもいいよ。ゆりちゃんはただあなたの前だからよく見せようとしているだけ。え、そんなこと。からかわれてゆりはそっぽを向く。私はただその、いいよ、分かってるから。え、ていうかこれからかってんのモニカじゃなくて
夏希じゃなかったっけ、さゆりじゃないよね。まあお茶を飲みながらの読書には馴染みがないけど、お茶は普通に好きだから嬉しいです。ゆりはほっとしたように小さく微笑んだ。あのメンジさんはどんな本がお好きなんですか。そうだな、ここ数年本などほとんど読んでいないから、何と答えればいいのかも思いつかない。漫画とか、冗談交じりにつぶやく。夏希はその言葉に一瞬ピクンと反応した。あは、何か言いたげだが黙っている。あまり読書家ではないのですね。まあ人って変われるし。俺は何を言ってるんだろう。ゆりが悲しそうに笑っていたから考えなしに言ってしまった。それよりさ、ゆりはどんな本を読むんだ。そうですね、ゆりは指先でティーカップの縁をなぞる。私は重厚で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんです。その世界観を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。そのような異世界で語られる素敵なストーリーもまたとても感動的なんです。ゆりは読書についてとても情熱的に語り続けた。俺が入室した瞬間から控えめでおどおどした様子だった彼女の目が急にパッと明るくなった。彼女は本の世界に安らぎを見出すタイプらしい。ファンタジー以外にも好きなジャンルはたくさんあります。っていうかこれ重複してるとこはちゃんと読まなくてもいいかね。ちゃんと読みたかったら一周目を見てください。うん、ここら辺は一緒ね。ここモニカ入ってくるとかちょっと怪しいから読んでいくか。ああゆり、あなたらしいわね。あなたの性格にぴったりというか。あら、そうでしょうか。実際考えさせられたり異世界に連れて行かれたりする作品は本当に止まらなくなってしまいます。うん、ここは一緒。一緒。あれ、この役さよりだったかもしんないな。モニカの違うか。まあ内容は一緒だよね。そこがモニカだろうがさよりだろうがね。文章を見せるのは苦手、執筆経験があると、いい考えがある、課題で詩の読み合いをやりましょう。あ、まだ俺は入ってないぞ。でここで困惑してみんながっかりして、あ、何？本当のことを言わないといけないわね、ベンジ君。あのね、私たち正式な部になるにはまだ人数が足りないの。おー、1人減っちゃったから。最低4人は必要で。ああ、やっぱそういうことは。新しい部員を見つけようと本当に頑張ってはいるんだけど、文化祭までにあと1人見つけないと。入るか。こんな表情の彼女たちを前にして俺はどうしたらいい。こんな状況で物事を冷静に判断できるわけがない。ここでみんなの期待を裏切るのもなんだか悪いし、それに文芸部の活動もまったりとしていていい感じじゃないか。詩を書けばただそれだけでこんな可愛い子たちと日々を過ごせるなら、それにだ。そう決めたんだ。俺は文芸部に入部する。はい、入部するのは一緒ね。正式な部になったよと。はい、お疲れ様です。流れは一緒だね。さよりがいないだけだわ。夏希、ゆり、モニカ。で詩書くのかな。特別な詩が読めるようになりました。読みましょう。夢。私は夜廃倉庫をさまよっていた。迷い出口を探していた。ただ家に帰りたかった。とても広い何もない部屋に出た。
その天井と壁は黒よりも黒い。急いで違う方へと足を動かしたが、そこも壁だった。どこもかしこも。突然地面の感覚がなくなり、大きさのわからない穴へと私は落ちた。温かい水に突っ込むまで、少なくとも5秒は落ち続けた。方向をつかみ、上を見つけ、水面から顔を出した。湿気た空気の中で、水滴の落ちる音が止めどなく響き渡る。視界は完全に闇に飲まれてしまった。片手にジメジメした金属壁を感じた。肺はもう限界だった。これさよりかな。さよりっぽいよね。おお、完全に二人になってるよ。ここいないよ一人。じゃあちょっと一回セーブしますね。はい、セーブしました。これさ、さよりのやつ選んだらどうなんだろう。ちょっと一個選んでみるよ。自殺多分さより、こっちか。じゃあこゆりのやつだいぶ増えたんじゃない。でもね、前回ゆりやったんで夏木行こうと思う。ロマンスでしょ。もう簡単だからね。あ、ここむずい。メールにする。うん、ふわふわキス、くるくる、イキイキ、ピカピカ、ネバネバ、パジャマ。簡単すぎる。子犬、子供時代、ハート、祈り、あ、祈りそっちか。アニメ、かわいい、飛び跳ねる、歌う、ほっぺた、パパ。よし、楽勝。でもユリが悲しむね今度。ベンジ君、今日も来たのね。すっぽかされなくてよかったわ。あはは。うん、うわ、ちょっと顔変だったよ。ちょっとホラー演出あるんだけど。何を、もう甘やかす必要なんてないでしょ。モニカは、モニカ普通に来たわ。ちょっと普通じゃねえ。おい、邪魔だよ。ちょっと邪魔。すごいね。うん、この辺一緒だね。うん、あ、ゆりと一緒に読む？もしかして。でも今回ゆりのやつ選んでないから一緒に読まないかな。副部長ですし。ああ、短編集でしょ。あ、なんだか急にこの子が可愛く見えてきたぞ。そんなこと言った？ちょっと違うか。なんか画角変わったよね今。あ、ユリはもう読んでる。夏木が物置を物色してる。もう、あ、これはこれ夏木ルートだね。助けが必要なのかと思い、俺は彼女に近づいた。物置で探し物か。モニカのクソ野郎がガガガガガガガはみ出してっから。あいつ絶対に私のものを元の場所に戻してくれないんだもの。ちゃんと整頓してるのに誰かさんのせいですぐごちゃごちゃになるから意味ないじゃない。夏希は積み上げられた本や箱を棚に滑らせる。漫画か。あんたも読むんでしょ。たまには。漫画とは相手をよく知るまではなかなか打ち明けにくい趣味なのだ。っていうか、なんで知ってるんだ。いつだったかあんたが話してたのを聞いたから。それに何か顔に書いてあるし。どういう意味だそれは。そうか。様々な本の山の間に一巻だけポツンと置いてある
漫画を見つけた。気になって俺はその漫画を引っ張り出す。あった！夏希がそれをひったくる。そして中に漫画が並んだ箱を開けると、それを漫画の列にちょうど真ん中にしまった。ふう、これでよし。全巻セットで一冊だけ欠けてるのを見るとどうしても気になっちゃうのよね。それはわかる。俺は近づいて夏希がうっとりと眺める箱の中を覗き込んだ。パフェガールズ？人生で一度も聞いたことのない作品だ。つまりこれは俺の守備班以外か、単純に面白くないかのいずれかだろう。偏見の目で見るなら、あの窓の外から見てなさい。夏希が教室のドアを指さす。偏見とかじゃない。まだ何も言ってないだろ。あんたの言い方でそう感じたから。でも一つだけ教えておくわ、ベンジ。飛んじゃった今。本を表紙で判断だだ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 。この、なんかあれだね。縁取ってる。黒い縁が太いやつは、バグってる文字だね。だから、夏希はパフェガールズの第一巻を箱から引っ張り出す。それがどういうことか教えてあげる。そしてそれを俺の手に押し付けた。おい、俺は表紙を眺める。そこにはカラフルな衣装をまとい、アニメっぽいポーズを取った4人の女の子が描かれていた。非常に萌えだ。突っ立ってるんじゃないわよ。うわ。俺は、夏希は俺の腕を掴んで物置から引っ張り出した。そして窓際の壁を背にして床に座り込む。彼女は自分の隣の床をペタペタと叩き、俺にそこに座るように合図した。椅子に座った方が良くないか？そう言いつつ、俺も隣に座る。椅子じゃダメ。それだと一緒に読めないでしょ？一緒に？ああ、確かにこうした方が近づけるか。言うんじゃないわよ。気まずくなるでしょ？夏希は腕を組むと、座ったまま体をずらして俺から少し離れてしまった。悪い。まさかこんなに接近して座ることになるとは思わなかったか。まあ特に嫌いというわけでもない。俺は漫画を開いた。夏希は再びこちらに近づき、俺に気づかれまいとしながら元の場所へ戻ってくるまで数秒もかからなかった。肩越しに覗き込んでくる彼女が読み始めるのを俺よりも楽しみにしているのがわかる。最初の方を読むの久しぶりだわ。ん？時々読み返したりしないのか？そんなにしないわね。前回読み終わったらたまにするくらいかしら。うん、俺もそう。次のやつを読んじゃうね。それよりちゃんと読んでんの？ああ、読んではいるが、まだ話に大きな展開は起こっていないから、会話をすることはできる。これは仲のいい女子高生たちの話のようだ。よくある日常系ってやつだ。話の筋がなくても面白い作品は稀だから、最近は読まなくなってしまったジャンルだ。ああ、かわいいじゃん。このままでお前は退屈しないのか？しないわ。俺が読んでるのを見てるだけなのに。それは、それでいいのよ。そうなのか。まあね、自分の好きな作品を初めて見る人が、どういう反応するかを見たいんだよね。わかるわ。好きなことを誰かと共有するのって結構楽しいのかもな。そう、わかるわって、なんで私がわかるかって言ってあれですよ。私がこう YouTube の活動してるからですよ。私は自分が面白いとか面白そうだなと思ったゲームをみんなに見てほしいからやってるわけですからね。俺も好きな作品を友達に勧めて、それを読み始めてくれたら嬉しくなるし。そういうことだね。そういうのあるだろ？え？わかんねえのかよ。ん？ないか？私は、よくわからないというか。なんだ？友達と漫画の話をしたりしないのか？あんまりしつこく聞かないでくれる？友達いねえんだ。まったく。あ、すまん。ふん。こんなの友達に読まされるわけないでしょ。みんな漫画は子供の娯楽だと思ってるし。こんな話したら絶対、まだそんなの読んでるの？って言われるんだから。顔を殴ってやりたくなるわ。ああ、わかる。そういうやついるよな。こういう趣味を理解してくれる人ってそうそういないよな。ただでさえ同志も少ないのに。いや、最近はね、大丈夫ですよ。もうオタク趣味もね、もう一般に浸透してますから。なんなら我が物顔で言ってるから、あのアニメ面白いよとか。
俺は元からはみ出し者だったから似たような人間が次第に周りに集まってきたけど、お前みたいなのは大変だと思うよ。ふん、まあそうでしょうね。待て、どの部分がな。自分の部屋にも置いとけないし、パパに見つかったらどうなるかわからないから。これバグ、今までバグだったんだけどさ、バグってないね。物質に置いておけば安全だからさ。どうも嫌がってるモニカはさておきだけど、まったくモニカにはかなわないわ。まあ置いてた会話あったんじゃないか。こうやって俺も読めたしさ。でも何の解決もなってないじゃない。そうかもしれないけど、楽しんでるだろ。かわいいわ。ふっふん。あ、もういいでしょ。続き読むの？読まないの？はいはい。俺はページをめくった。へえ、夏希といい感じになってるね。時間が過ぎていく。夏希は異様におとなしい。寝たな。ちらっと彼女の方を見てみる。やっぱりどうやら眠ってしまいそうな様子だ。おい夏希、なんで起こすんだよ。何？そう言って突然夏希は俺の方へ倒れ込んできた。おい、ちょっと怖い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 。ちょっと曲も。ちょ。ああ、なんてこと？夏希大丈夫？え？ほら、モニカはカバンの中からプロテインバーのようなものを取り出し、それを夏希の方に放り投げた。夏希の目にパッと光が戻る。彼女は床に落ちたバーをひっつかみ、すぐさま包みを破り取った。だからそういうのを渡すなって。うん。そして言い終わる前にそれを口に詰め込んでしまった。エネルギー切れ？安心して、ベンジ君。あの子は大丈夫よ。たまにああなることがあるの。いや、怖い。怖すぎるだろ、それ。たまにああなるの。だからあの子のためにも、いつもカバンにお菓子を入れてあるのよ。とにかく今日もみんなで忍び合いっこをしましょう。今日もって初めてじゃないこれ。はあ、一つ少ないね。はい、じゃあ今日はここまでにしましょうか。なんかすげえバグってる感じだね。まあ、あのニューゲームの文字がバグってる時点で、オープニングの絵がバグってる時点で、まあそうなんだけど、中身もちょっとずつバグる。で、ちょっとずつ改変されてるって感じだね。はい。じゃあ詩がどんな風に変わるか、これは楽しみですね。はい。じゃあそれは次回ということで。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。